絶対勝つ。落ち着け、ナルト。バカ野郎、この野郎。ヒビも入らねえ。キュービをコントロールしたその力、こんなものではないだろう。釈迦流眼の術。水遁、水鏡の術。こいつは同じ力で。水遁、宝松の術。すまねえ、Bのお茶。鱗粉隠れの術。このサングラス、遮光最高クラス。悪意はちゃんと見えてんだってばよ。マダラの目も同じだってばよ。前してた面と違って穴が2つある。いつも隠してた左目はナガトやあっちのマダラと同じリンネガンだったってわけか。お前らマダラは俺たちが止める。お前らだと。お前らってどういうことだ、この野郎。マダラってあいつのことだろ、バカ野郎。マダラ、トビ、好きに呼べ。お前一体誰なんだってばよ。俺は誰でもない、誰でもいたくないのさ。ただ月の目計画をなせればそれでいい。お前たち人中力は美獣を取り付けさせられ絶望ばかりを見てきた。違うか。美獣と一緒にいることが不幸せだと勝手に思い込むんじゃねえよ。頭きた、絶対その面ひっぺがしてやる。まずは俺が行く。この面剥がすんだ、骨が折れるぞ。8秒9秒、俺はお前らを手に入れて月の目を手に入れる。九尾も八尾もお前なんかにはやらねえ。サメ肌のやる気ビンビン、了解。なら今度はこっちからガンガン行く。メロちゃん、それじゃダメだ、ビーノちゃん。あいつらの目、リンネガンは全員つながって見えてんだ。どういうことだ。ナガトと同じ下道の術だ。くっそ、話もできる。さっ、サプライズ、高かった俺のマフラー半分、これじゃ半プライス。ビー、ナルトと話をさせろ。よ、ここもおそらくバレてるぞ。どうする？人中力6人を一人ずつ止めていくしかねえ。あの時はそのチャクラを受信するためにみんな体のどこかに黒い受信機が刺してあった。そいつを引き抜くか壊しさえすれば下道の術とやらは解けるってことか。あれか。ん？どれ？遊戯との胸元をガン見して点検。そしたら黒い出っ張りを発見。最初は使い込まれた。丸見えは俯瞰、チラリズムで実感。あれだってばよ。なら他のやつも確かめる。螺旋眼、やっぱここが。こいつら相手に林の中じゃ逆に不利だ。お前にとっちゃ余計視界が悪くなる。おう、ヒョー、8秒サビのキラーフィーだぜ、俺様が。ウィー、振り落とされんなよ、ナルト。ここからが本番だぜ、ナルト。すげえ。今のうちに封印しちまうぞ、ビー。封印術、オクトパスホールド。つまり3秒で炭が体全体を完全に覆い、
固まって動きを止める。1、2、3。すげえ感じで封印した。いや、すげえ感じで敵がパワーアップしたな。行け。虫食い、レコーズめ。ヒルマ、いて。いいの、おっちゃん。サンゴ礁。ナルト、カカザン。ナルト、ここは一旦引いて立て直すことにするぞ。スノーリ。動けねえ。ナルト。この手が触れたら俺の勝ちだ。やばい。コドハ混合力散歩。2匹増えたところで何も変わらん。俺の持つ動力と美獣の力の前ではな。こっちにもシャリンガンがある。そしてコドハの気高き青い猛獣もな。